NHK の教育番組、できるかな、の、のっぽさん、として知られる俳優で作家の高見のっぽ、高見、のっぽ、さんが2022年9月10日に心不全のため都内で死去していたことが10日分かった。88歳だった。できるかな、は NHK 教育、現 NHK、E テレ、でテレビ放映された幼稚園児や小学校低学年向けの教育、工作番組で、1970年から90年まで約20年間、放送された、チューリップハットをかぶった、のっぽさん、と、着ぐるみの、ゴンフトくん、が無言で遊び道具を制作、おしゃべり役のナレーターが二人の行動を解説した、ずっと無言を貫いていたのっぽさんが、ああ、喋っちゃった、と初めて口を開いた最終回は、語り草になっている。関係者によると、亡くなったことを半年以上伏せるよう高見さんが望んでおり、今日5月10日の誕生日に合わせての発表となった。持病などはなく、元気に過ごす中で、風のように旅立った、と言い、葬儀は近親者で取り行われたという、ネットの声。高見のっぽさんの父親はチャップリンのモノマネを得意とした俳優の柳妻うらら三郎であり、松朝日時天衆として記述師としても活躍した方で、のっぽさんはその影響を受けてフレッド、アステアに憧れ、ダンサーとしてデビュー、ヌード、デビューの殿堂であった悲劇ミュージックホールの舞台に立ち、東方ミュージカルスの研究生にもなった、いわば筋金入りのエンターテイナーと言える人なのだ。やがて NHK の音楽番組の司会を経て、NHK の様々な番組の構成、振り付け、作詞を手掛け、のっぽさん役に抜擢されている。一言も喋らずに感情表現をしつつ器用に工作をして見せるのっぽさんの芸当は、このような経歴を持つ才人だからこそできたことだと言っていい。フジテレビの幼児番組、開け、本喫茶の構成作家も務め、番組オリジナルソングの作詞も多く手掛けられた。長期にわたって日本中の子供たちを楽しませてくれた高見のっぽさんのご冥福をお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。